アルナーチャラム・ムルガナンダムは、インドのタミル・ナード州コーヤンブトゥール出身の発明家、社会起業家である。彼は、生理用ナップキンを安価に製造できる機械を発明し、インドのウソン部での生理に関する不衛生な監修に、対する意識を高めるための草の根的な活動をした、ことで知られている。彼が発明した機械は市販の生理用ナプキンの三分の一以下のコストで製造でき、 インドの29州のうち23州で使用されている。さらに、この機会を世界106カ国に広める計画を立てている。彼が登場するドキュメンタリー、ピリオドから羽ばたく女性たちからは、第91回アカデミー賞で短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。2018年のインドのドラマ映画、パッドマン5億人の女性を救った男は、 彼の発明とその後の活動を題材としたもので、彼をモデルにした役をアクシャイクマールが演じた。2014年、タイム氏の世界で最も影響力のある100人に選ばれた。2016年、インド政府からパドマシュリー勲章を授与された。ムルガナンナムは1961年にインドのコーヤンブトゥールで織物職人の子として生まれた。 幼い時に父親を交通事故で亡くし、それ以来貧困の中で育った。母親はムルガナンダムの学費を稼ぐために農場で働いていたが、彼は14歳の時に学校を中退した。それ以降、工場で働く労働者に食料を配達したり、工作機械のオペレーター、山芋の販売代理店、農場作業員、溶接工などの仕事をして、 家族を養っていた。1998年、彼はシャンティと結婚した。結婚してすぐ彼は、妻が生理の時に使うための不潔なボロ布や新聞紙を集めていることに気がついた。外国企業製の生理用ナプキンは高価で買えないためだった。彼は自分で生理用ナプキンを作ることにした。最初は綿のナプキンを作っていたが、妻や妹たちに、 拒否されてしまった。結局、彼女らは彼に協力することをやめ、彼の技術革新の被験者になることを拒否した。彼は原価が10ルピーなのに、最終製品はその40倍の値段で販売されていることに気づいた。彼は自分の発明品を試してくれる女性ボランティアを探したが、ほとんどの人は恥ずかしがって月経について話そうとはしなかった。 彼は血を入れた動物の暴行を使って自分で実験を始めたが、そのような実験をしていることが村の人たちにばれ、嘲笑の的となった。インドでは月経はタブー視されていたため、彼は地域社会や家族から追放されてしまった。そこで地元の医科大学の女子生徒に無料で配布し、感想を聞かせてもらうことにした。2年後、市販のナプキンには、 松の樹皮のパルプから作られたセルロース繊維が使われていることを発見した。この繊維によりナプキンの形状を維持しながら軽血を吸収することができたのだった。外国製のナプキン製造機は3500万ルピーもした。彼は最小限の訓練で操作できる低コストの機械を考案した。彼は加工された松の木のパルプをムンバイの業者から調達した。 彼のナプキン製造機はパルプを紫外線で殺菌しながら粉砕、回線して成形し、梱包を行った。この機械のコストは6万5000ルッピーだった。自助グループのメンバーとしての農村女性の集い2006年、彼はインド工科大学マドラス校で自身のアイデアを披露し、様々な助言を受けた。IIT マドラスは彼の発明を インド国立発明財団の草の根技術発明賞に応募し、賞を受賞した。これにより、彼は活動資金を得て、ジャヤーシュリー・インダストリーズを設立し、現在では、インド全土の農村部の女性にこの機械を販売している。この機械は、そのシンプルさとコストパフォーマンスの良さが評価され、彼の社会的支援への取り組みはいくつかの賞を受賞している。 いくつかの企業から事業家の申し出があったが、彼はそれを拒否し、女性が運営する自助グループにこの機会を提供し続けている。ムルガナンダムの発明は、インドの女性の生活を変える重要な一歩として広く、称賛されている。この機会は、インドの多くの女性に仕事と収入をもたらし、手頃な価格のナプキンによって、多くの女性が生理中に仕事ができるようになった。 ムルガナンダム自身の活動だけでなく、この分野に参入する多くの起業家が現れており、中にはバナナの繊維や竹の廃棄物を利用することを提案する人もいる。ムルガナンダムは社会起業家として知られるようになった。彼は IIT ボンベイ、IIT マドラス、アム・アーメダバード、アム・バンガロール、バーラ技術科学大学、ハーバード大学など多くの機関で講演を行っている。 また、テッドでも講演している。彼を取材した、アミット・ビルマニ監督のドキュメンタリー映画、メンストラルマニア、アビシエークサクセナ監督の2017年のドラマ映画、フルは、賞を受賞した。著述家で、映画プロデューサーのトゥインクル・カンナーは、ムルガナンダムの人生を元にした、小説、ザサニタリーマン・オブ・セイクリット・ラントを執筆し、さらにこれを、 パッドマン5億人の女性を救った男として映画化した。カンナーは監督としてアール・バールキを指名し、ムルガ・ナンダムをモデルにした主役には、ムルガ・ナンダム自身の意見を取り入れて、アクシャイク・マールが起用された。ありがとうございます。